はいどうもー、こんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、本日登場の投票 J リーグ紹介していきたいと思います。ついに J1 リーグからですね、20選手が登場したということで、早速ですね紹介していきたいと思いますけど、20選手一気に紹介するのはちょっと骨が折れそうだなということで、まずはですね上位10クラブから見ていきたいと思います。8月19日現在の上位10クラブですね、川崎フロンターレからアビスパ福岡まで、こちらの10選手を紹介していきたいと思いますけど、それぞれのクラブから来ているのはご覧の通りと、まあ、海外に移籍した選手もしっかり登場したということで、まあ、海外移籍ならまだしも横浜 F マリノスに行きました杉本健佑選手が、まあ、浦和レッズのユニフォームで登場するということで、レッズサポーターの方はなんだかなっていうガチャになっているかなと思いますけど、まあ、しっかりですね紹介していきたいと思います。まずは三笘薫選手の方から見ていきましょう。どうぞ。まずは川崎フロンターレ、もうすでにブライトンに移籍されました三笘薫選手ということで、三笘選手に関してはですね、今回基本的にプラス5ということになりましたね。ちょっと三笘選手の能力値若干手抜き感ありませんか？投票ガチャだと一つの能力者は爆上がりとなるんですけど、今回の三笘選手はまあ全てプラス5ということで、まあなんとも言えないなっていう能力値になってるかなと思いますけど、まあ今シーズンというかこの夏からね、ブライトンに移籍してローンでね、ユニオンの方に行かれましたけど、まあ能力値も結構強いものになっているかなと思います。特に得点能力で言うとオフェンスセンス80代後半、決定力に関しても今回90代ということで、ドリブル能力だったりやはり得点能力はしっかり持っているという形ですね。で今回ドリブルがカンストということになりました。でスピード瞬発も90、88でしっかりありますし、で逆足2、3でコンワンが4ということで、これはもう少し上げてほしいなというところですね。レベルも総合値は6つ上がって90ということになりますけど、まあ、左ウイング、そして左サイドハーフ、そして OMF もいけるということで、まあ今4312だったり中央ゲーですけど、まあ OMF で使われるというところはかなり評価できる点かなと思いますね。でスキル面で見た時にはダブルタッチだったりワンタッチシュートも持っていますし、今回チェイシングが追加となって10個全てスキルを持つということになりました。まずは昨シーズンのベスト11の三笘選手と比較していきたいと思いますが、オフェンスセンス決定力に関してはマイナス3ずつということになっていますので、まあ個人的には他のところがプラス1ずつ上がっているとはいえ、得点能力3下がりというのは痛い部分かなと思います。ですので個人的にはこのベスト11の方がいいんじゃないかなと思いますね。特にベスト11の方に関しては追加スキルができますので、ここを考えると、まあ、ベスト11の方がやはりいいんじゃないかなと思います。続きまして3月18日の週間フィートの比較になりますけども、これはですねやはり後半から出すなら間違いなく前回かなと思います。というのも前回の3月18日はスーパーサブ持っていますので、後半から出すならね前回の三笘選手の方がいいかなと思いますが、まあ、もちろんスタメンで出すなら今回の方が強いという結果ですね。続きまして4月8日の週間フィートの比較になりますけど、決定力に関してはマイナス2で、瞬発力もマイナス3という結果になってしまいました。でどちらもですねチェイシングが持っているということになりますんで、いやこれかなり難しいですね。個人的な決定力が高い前回の方がおすすめなのかなと思いますね。続きまして5月27日の週間フィートの比較になります。特定能力に関してはやはりマイナスで、基本的にプラス2ずつ上がったのが今回ということになりますけど、やはりですね追加スキルができるという面で見た時に前回の三笘選手の方が個人的ないいんじゃないかなと思いますね。これかなり難しいですけど、まあ、ドリブル能力上がっていますんで、ドリブルに自信のある方はぜひ今回使っていただければと思いますが、追加スキルの面だったり、あとはこの得点能力のところですね。トゥールーズの方へ移籍されましたオナユアト選手ということで、もう日本代表のワントップをね任せてもいい存在になってきたんじゃないかなと思いますが、オナユ選手に関しては今回基本的に3から5上がっています。で今回決定力はプラス8ということで爆上がりになりました。ここはセンターフォワードとしてかなりありがたい部分ですね。まあオフェンスセンスも少しあっていいんじゃないかなと思いますし、まあ得点ランキングトップ5に入ってくる選手ですので、得点能力はもう少し上げてほしいなというのが率直な意見ですね。でスピード瞬発はしっかりありますし、ジャンプだったりフィジカルコンタクト、ここら辺に関してもしっかり能力値高くなっています。でボディコントロールも86ということで、ボディコンもフィジコンも高いのはありがたい部分ですね。で逆足33でコンワン4、一つ J リーガーのコンワンもう少し上げてください。でスキル面で見た時にヘッダー、ライジング、クロバティックシュート、ワンタッチシュートの4つ持っています。追加スキルに関しては特になしということになっていますけど、まあ F マリのサポーターの方だったり日本代表サポーターの方は今回ゲットしていただければと思いますね。続きまして鹿島アントラーズ町田選手ということで、町田選手に関しては今回は基本的に5から6上がった中でプラス9でヘディングということになりました。まあディフェンス能力すべて80台乗せていますし、スピード瞬発、まあ瞬発力も80台乗せてほしかったところなんですけど、まあスピードしっかりあります。で空中戦に関しては身長190センチと合わせて空中戦の能力がかなり高いかなと思います。でセンターバックだけではなく左サイドバックもいけるというところはかなりありがたい部分ですね。まずは4月22日の週間フィートの比較になりますけど、フィジコンとボールダッシュマイナス2ずつなんですが、他のところがプラス1ずつ上がっていますんで、これは個人的には今回がいいかなと思います。
続きまして5月13日の週刊フィートの比較になりますけど、ジャンプとフィジカルコンタクトがマイナス2ずつなんですが、他のところがプラス1ずつですね。ですのでこちらに関しても個人的には今回の方がいいかなと。続きましてゴールキーパーパクリュウ選手ということで、トスの方からはパクリュウ選手が登場ということになっています。パクリュウ選手に関しては基本的に能力値プラス5ぐらい上がった中で、 GK 能力しっかり上がりましたね。特にディフレクティングに関しては2桁上がりという結果になりました。レベル総合値は86ですね。まずは10月の週刊フィートの比較になりますけど、これはですねぜひ今回使っていただければと思いますし、12月3日の週刊フィートの比較に関しても同様です。で最後に4月15日の週刊フィートの比較になりますけど、こちらも同様ですね、ぜひ今回使っていただければと思いますね。そして続きましてヴィッセル神戸現セルティック古橋亨梧選手ということで、6試合6ゴール昨日決めまして、いやすごい、本当にすごい。古橋選手がいたヴィッセル神戸のサポーターで本当に良かったなと思いますけど、まあ、古橋選手に関しては今回基本的にプラス4からプラス5上がった中で、決定力がプラス8ということになっています。で追加スキルコントロールループが追加となっていますので、おそらくガンバ大阪の試合のコントロールループですかね。まあ、個人的にはそういう印象も持っていますけど、まずは4月8日の週刊フィンの比較ですね。オフェンスエースボールコントロールボールキーパーマイナス、ただ他のところが基本的に上がっていますので、ぜひ今回使っていただければと思います。続きまして月間 MVP の古橋亨梧選手になりますけども、こちらの亨梧で言うとオフェンスエースマイナス3、瞬発力マイナス1ということになっていますので、これはですね前回使っていただければと思いますね。今後も亨梧ゴール期待しております。続きましてグランパスの方からはランゲラク選手と、ランゲラク選手に関しては基本的に6から7上がった中で GK センスプラス10ということになりました。まあ193センチ身長もしっかりありますし、間違いなく J リーグ FP スカットではガチ使いに入ってくるゴールキーパーかなと思いますけど、前回の MVP との比較ですね、キャッチングクリアリングマイナスなんですが、他のところがプラスということになっています。ただですね個人的にはこれ前回の方がいいんじゃないかなと思いますね。続きまして3月11日の週刊 FP の比較になりますけど、ジャンプクリアリングがマイナス2ずつ、ただ GK センスキャッチングコラプシングディフレクティングが上がっていますので、個人的には今回の方がいいかなと思いますね。ということで続きましてレッツサポーターの方は複雑な気持ちでしょう、杉本健雄選手ということで、いや F マリノスに移籍した後の投票ガチャになりましたんで、だったらレッツからは他の選手出してほしかったところですね。基本的にプラス4ずつ上がった中でオフェンスエースプラス7ということになりました。まあ、得点能力しっかり強化されていますし、ジャンプだったりフィジカルコンタクトも強化されたということになっています。ただまあ唯一コンワン4というところが気になる点ですね。やはり、スキル面に言うとヘッダーだったり今回はワンタッチュートを持っていますので、まあ、ここら辺考えると全然ガチスカに入ってきそうなセンターフォードであるのかなと思います。続きまして北海道コンサドーレ札幌の方からは宮澤宏樹選手ということで、宮澤選手に関しては基本的に5上がった中でフィジカルコンタクトがプラス8ということになりました。まあ、ボックス2ボックスの J リーガーの中ではディフェンス系の能力値はかなり高いかなと思いますし、コンワン6というところが J リーガーの中でありがたい部分ですね。スキル、ルーレット、インターセプト、キャプテンシーの3つなので、まあ中盤の選手としてはワンパスルーパス持っておいてほしかった印象もありますけど、まあ、間違いなくガチスカに入ってくる J リーガーの選手ですね。ということで続きまして FC 東京の方からは森重雅人選手ということで、森重選手に関しては今回基本的に5から6上がった中でヘディングがプラス8ということになりました。そしてスキルセンターバックながらダブルタッチが追加ということで、いやこれセンターバックでダブルタッチ持ちはね珍しいかなと思いますんで、ぜひゲットしていただければと思いますけど、3月4日の週刊フィートの比較ですね、これはまあ一目瞭然かなと思いますので、ぜひ今回使っていただければと思いますし、3月11日に関しても同様かなと思います。最後に6月24日の週刊フィートの比較ですけど、ディフェンスエースアグレッシブネス前回の方が高いので、これはですね前回の方が個人的にはおすすめですね。続きましてラストですね、アビスパ福岡の方からは村上選手ということで、村上選手は3回目の登場になります。かなり登場回数多いですね。で今回は基本的に2桁上がりということで、めちゃくちゃ強化されているかなと思いますけど、前回との比較見ていきましょう。3月25日の週刊フィーはまあ一目瞭然ですし、7月1日の村上選手も同玉でしたんで、これも一目瞭然かなと思います。ぜひ今回使っていただければと思いますね。はい、ということで本日はですね J リーグ投票こちら紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。上位10チームを先に見ていきましたけど、今後ですね11位から21位のクラブの選手も見ていきたいと思いますので、チャンネル登録して待っていただければと思います。ということで本日はこの辺終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。